んこんにちは、無理やりです。はい、ということで今日は何の日でしょうか。幸運の女神宝くじの抽選日です。でん、この幸運の女神くじなんですけれども、私はですね6月24日かなの大安と、あのすごいねいい日、なんかね新月とかね全てが重なった日があるんですよ。1年に1回とか2回しかない特別な日が今年は6月24日だったんです。なのでその日にこれを買ってきました。1000円は当たるんじゃないかなと思いながらも、んでも私ねこの紙系で当たったことないんだ。このさスクラッチとかはあるんですけど、この紙系で当たったことないんで紙系で当てたい。私何枚買ったんだろう、結構入ってるよ。だってめっちゃ買ってる、めっちゃ買ってる、めっちゃ買ってる。いくつ買ったの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個だから2万円分買ってきました。ファッサンファッサン、これやってみたかった。バラとレモンを50枚ずつ買ってきたので、これを見ていきたいと思います。1等が4000万円、1等の前後賞1000万円、1等の前後の番号と組違いが10万円で、2等が100万円、3等が1万円、4等が2000円で、5等が200円で、必ず10枚に1枚は入ってるやつですね。そして幸運の女神賞という5万円。ということでここからはめっちゃシュールな映像になるので、早送りでご覧ください。1175265が100万だよ、100万。見て147526。へぇー、3万人前の人おめでとうございます。01ってあんじゃねっていうね、01ってあんじゃねって思ってんだけど、01、あっ4等ね、7万本、あ、すごい、初めてもらった。バラはこんだけ散った。当たり前に当たる5枚の200円のやつと、あと1枚が2000円。バラいきます。バラはまあ可能性は捨てずに見れるかなと思います。です。1101、2000来た、すげえすげえすげえ、こんな、すごくない、こんな当たるん、びっくりした今。当たんないですねって言ったら、わ、そんな2000でって思うっしょ、当たったらこうなるからね、ビビる。1等なんて当たんないよって思うんですけどね。でもね、うちのね親戚がね1回100万当てたことあるんですよ。だからちょっと希望は捨てないでおこうみたいな感じ思ってる。はい、ということで今バラも全部見終わりました。バラもまあバラだけど1枚は2000円、当たってた。ということで今回の幸運の女神くじは2万円買ってドゥルルルルルルピン6000円戻ってきました。いや、この間ね、削ったスクラッチ、実はあれ3万円購入したんですけど、編集ミスがあって公開できなかったんですよ。なので、私今回6000円当たって、ちょっと嬉しいです。ということで今回のくじは、こんだけ買って6000円で終わりました。でも2000円当たったから悔いなし。では、無理やりでした。皆さん、せーの、おつわり、バイバーイ。